タイムワークをするってどれだけあなたの人生が好転するのか、ここを先にお話ししてから5分の開運ワークをねお話ししたいと思います。脳内には皆様これ聞いたことありますか？プラセボ効果、製薬会社のホームページとかに結構説明が書いてあったりとかするんですが、何百人の方にお薬を本当に有効かどうかを確認するために、有効成分が入っているチームと有効成分が入っていない、いわゆる偽薬を試す2つのチームを作ります。そしてお互いに全く同じ情報を伝えて、そして偽薬の方々でも効果が出るか出ないかというそれを確認して、有効成分側が勝った場合はそれがちゃんと薬になっていくということなんですが、実はこの体玉だったとしても3割から6割の人が効果あったみたいですっていう風になっちゃうんですよ。脳というのはあなたがこれ本物だって思っただけで3割から6割増しで効果が出ちゃうってことなんですよ。あるね、私が脳科学の先生についてお勉強させていただいたその先生が最後究極におっしゃっていたことは、脳は騙した者勝ち。結局のところ本当に根拠なくあなたが思い込んじゃったら全部それが現実になるっていうね。そこからさらにですね、いろんなバシャールさんとかのねスピリチュアルな世界の方も勉強させていただいて、皆さん口を揃えて言うのは、本当に人生は思い込んだ通りになる、あなたの思い込み次第ですよっていうね。思い込んだ通りになるんだったらすごいいい思い込みを持った方が得やんなっていう、そういうことなんですよね。でもうちょっとさらにさ、ここから説明しますよ。この素粒子ちゃんっていうのが実は私たちのお体の最小単位であり、これも素粒子ちゃんだし、もう水も素粒子ちゃんだし、ワンネスのこのね中にいらっしゃる神様も素粒子やし、神社も素粒子やし、すべてあなたの感情も素粒子やし、あなたの祈りも願望も全部素粒子ちゃんなんですよ。あなたはその素粒子に対してあなたが観察をするだけで素粒子に影響を与えることができるってことなんですよ。自分が、3倍を超える開運が自分の1日たった5分でできるという思い込みを最初に作っていくことによって、あなたは最大の効果を得て毎日本当の大吉を生きることができるってことなんですよね。だったとしたらあなたの思い込みが周りに影響をする、そして他の人の思い込みもあなたに影響する。だからこそあなたが3倍を超える開運ワークをしたかったとしたらば、あなたが最強に自分自身に開運できる思い込みを作っていただければいいということなんです。あなたが例えば誰かさ、嘘800で願望がしょっちゅう変わるし、疑ってくるわ、疑うって本当に叶うのかなっていう疑いもそうだし、自信がないのよっていう自分に対する疑いもそうだし、これって叶えてもらえるのかなっていう疑いもそうだし、要は宇宙と神様は私たちと全く変わらないんですよ。だから疑われたら嫌なの。私たちは神の子である。私たちの人生は私が創造主。本当に私たちが自分それぞれの人生の神様なんですよね。あなた自身が要はこの地球に降りてきたイエス・キリストさんもアマテラスの大御神さんもブッダさんも、みんな私たちと何ら変わらないワンネスの一つの片割れってことなんです。あなたがつい応援してしたくなってしまう人ってどんな人ですかっていうことを考えてほしいんですよ。あなたのことを信じてくれて、そしてひたむきに自分でまっすぐね、あの裏表もなく、そして気持ちよく天で決めてきた命の使い方をのびのびとね、あの生きている人だったとしたら応援したくならないですかっていうことなんですよ。あなたが1日5分開運ワークとしてやっていただきたいことは、あなたはあなたとして365日24時間生きている、その生きているざまは
あなたが神として一番応援したい状態ですかっていうことを確認してもらえばいいよっていうことなんです。これは参拝を超えます。どんなにあなたが神社の中で言われているルールを全部守ったとしても、あなたの心の奥底で、実は自分の歪んだ状態というのを、すなわち、他人軸とかね、あるいは認められたい承認欲求とか、表面上は良き人を演じながら裏側ではひどいことをしているとか、そういう不誠実さを持ったまま、あなたが表面だけ良くして、清掃して、そしてお賽銭も払ってるから、だから応援されるかって言ったら、そっちじゃないよってことなんですよね。あなた自身が1日5分、自分自身という神様として、あなたを本当に応援したい自分自身になっているかどうかっていうことをちゃんとチェックしていただいて、自分自身が一番応援される誠実さ、自分自身が本当に清き存在っていうかね、それって別にポンコツがあっていいんですよ。でもポンコツがあったとしても、あなたが自分自身を無条件に愛し抜いて、みんなその神様だってポンコツなわけだから、同じようにそのポンコツを責めてる人を応援したいですか？いや、私も全然ダメなんですよ。もう本当にもう、もう私はもう、っていう風に言ってる人を応援したいか。いや、私ポンコツなんですけど、でも私、自分で天で決めてきた命の使い方で、この地球に最大の貢献をしますっていう風に言ってたら、どっちの人を応援したいですかっていうことを考えてほしいわけですよ。あなたが本当に神様から応援されるっていう自分自身を手に入れていただいたとしたらば、それはあなたがどこにいたとしても365日24時間永遠にずっと宇宙がガッツリとマジックカーペットにあなたを乗せて、どんどんあなたの行きたいところに大切に大切に運んでってくれるよということなんですよね。この生き方最高やーんって、ご先祖様見て見て私の生き方最高やろっていう、もう自分のポンコツもめっちゃ愛してあげている、そしてみんなのポンコツのことも許していて、もう最高っていう、その自分自身になっている時にあなたが一番参拝を超えるという状態になるよっていうことなんですよ。あなたの本当に、理想とする生き方が向こうからやってくる状態にみんな行けるよってことなんですよ。本当に皆さんはどんなにあなたが一人ポッツーンとね、している状態にたとえ今なっていたとしても、それでももう安心してください。神様はあなたを必ず見つけることができるんです。安心してあなたという神様視点であなたを見直してあげて、そしてあなた自身を整え続けるっていう、だから本当に自分自身を大切に整えて整えて整えてっていうのをやっていただければ、必ずあなたに最強運が出てきて、あなたは今どんなに大変な状況だったとしても、不思議なほど良き、展開があなたに現れ、奇跡が、起き続けるという人生をあなたが生きることができるようになるよっていうことなんですよ。だから本当にあなたは、私は神から見放されているんじゃなくて、あなたは自分に見放されていただけだから、あなたをどん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 本当に神様視点で見直して、そしてあなたをさらに高みへと高みへと、あなたが気持ちとして連れてってあげたとしたら、全部あなたが欲しいと思っている奇跡があなたのところに届くようになるよ。あなたがあなたを手放しで応援したいという人生を生きるということをあなたはずっと忘れずに生き続けてあげてください。本当に信じられない大吉人生、奇跡の人生をここからマジであなたが生き抜くことができるよということです。もうあなたの人生はここから大吉人生ですよ。本当におめでとうございます。また明日の6時にお会いしましょう。バーイ。